ここら辺はもう正直聞かないんで、聞かないね。全然聞かないでしょ、これ。セナソットもココナスです。今回は新しく登場しましたギロギロメダル使っていきたいと思います。これね、めちゃくちゃ強いんで、特に始めたばっかりの方とかはぜひ作ってみてください。というのはですね、環境に溢れ返ってるシャンクスさんみたいな、攻撃力増加するようなキャラから受けるダメージを 5% 減少してくれるということで、現環境にとてもマッチしたメダルになっております。これを使用したメダル編成がこちら。ドンキホーテファミリーの、ね、タグも一致して、だいぶカチカチ編成になっております。ということで、この新イベントメダルね、とりあえずね、強化するのおすすめなんで、実際にこれがどれぐらい強いのか、ベンベックマンに装備してやっていきたいと思います。ちゅうことで、どうぞ。さあ、さあ、します。さあ、お相手さん、シャンクスさん似ているんだけども、まあ、スキル値を受けてしまえば、シャンクスを相手にも、することができるという、このベンベベベのね、強さをちょっとお見せできたらなと思います。このスキルにね、貫通であそこまでぶち込みたいんだけれども、まあ、ほぼほぼ当たらないということを、まあ、今までの経験から反省しましたので、さすがにここは調子こかずにね、貯めて、まあ、打ちたいとき、待てよ、危ない。頑張ってきた。ちょ、待って。緊張すな。シャンクスさんのさ、スキル値さ、ちょっとさ、避けれないんだよな。いつまで経っても。待って、絶対受ける。で、これな、スキル1害、あぶね。スキル1害さ、正直もう回避とかしなくていいと思うよ。これ、ヤマトとりあえず何もしないでとく。オッケー。で、これで全員吹っ飛ばします。はい、全員吹っ飛ばす。全員吹っ飛ばす。どうろ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 。関係ない、関係ない。ここら辺はもう正直聞かないんで、聞かないね。全然聞かないでしょ、これ。やばくない、普通に。で、多分ヤマトそろそろカウンター分かってる。で、ジャス回避。はい、で、あとは吹っ飛ばすだけ。はい、スキル1がもう収まってる人で、何もするな、おかしら。はい、おかしら、何もしなくしてしまえば、もう何もできないと。オッケー。あとはこのね、何もしなくなった状態で赤いのがひたすらにボッコボコに燃やしてくれるというこの威圧状態も素晴らしいよね。お肉食べに行った美味しい闇かな、言ってくれるかな、美味しい闇って言ってくれなかった。ここはちょっとね取っていきたいと思うんですけれども、さ、一旦自チームにすることが大事、かつ 80% 以上のゲージを貯めないといけないんで、ここは貯めます。しっかりとここは貯めさせていただきます。んで、あ、オッケーオッケー、二人で一緒に貯めよう。あ、貯めないタイプ。あ、オッケーオッケー。待って、ここはじゃあもうちょっと赤いのさんあれっぽいんで、ちょっとあっち大丈夫かな、二人今いるから大丈夫か。ここはまあ、赤犬さんがどうにかしてくれるであろうということで、あろうあろうあろうなんてね、言うておりますけれどもさ、さすがに適当すぎない、それさすがに適当すぎない。まあ、あっちちょっとまあ、大丈夫で、任せて大丈夫だと思うから、ここで、ここで撃つ、ここで撃つ、おほほほほ、何するな、こういうことなんだよね、ヤソップの息子。わかるかい、これが見聞色の使い方なの。わかるかい、ヤソップの息子。絶対にウソップと言わない。絶対にウソップと言わない。ヤソップ、お前ヤソップの息子だ。ちょっとあっち、シー、俺たちは昔から二人で一つと。ちょっと、C、ちょっとどっちか言ってくれるとね、すごい助かったんだけど、まあ、ここ一旦威圧しといて。まあ、赤犬さんはどうにかするね。ちょっとどうにかすると思うから、こっちちょっとさすがに左側の0人だと、ちょっとさすがにちょっとあれだから、守っていきたいと思います。あ、ヤソップの息子、さすがまた来たね。勇敢なる戦士たるやいなや。ちょっと待ってよ。あ、待って、ヤソップの息子、相手2体いるじゃん。これなんて、気絶とか正直全然聞かないと思うんだけど、大丈夫かな。大丈夫。で、これでも、すぐ短縮入りますんで、で、これと、起き上がり側にもう何もしない。残念でした。これね、回避しても全然威圧状態続きますんで、もうほぼほぼさっき食らったダメージはプラマイゼロ、むしろプラ。一発回誘っといて、一発回誘っといて、一発回誘っといて、で、回避してから、死んへんのかーって。でもそんなの関係ないよね。マジで強い。いや、ベンベベンのこの耐久力とギロギロの相性の良さ、いいよね。いや、硬いわ。おはようございます。さあ、今回、お相手さん、シャンクス3体、ロジャー船長1体っていうね、もうめちゃくちゃ絶望かなと思うんですけれども、まあ、実際絶望なんだけれども、だがしかし、ギロギロメダルという点においては、もう、ふんだんにフル活用、されるということで、めちゃくちゃにこの、ギロギロメダルの必要性という、ところをお見せできる大チャンスなのかなと思います。さ、めちゃくちゃもう、ギロギロメダルをふんだんね、パルメザンチーズぐらいには、ふんだんにね、活躍できるかなと思いますんで、これ、おかしらちょっと打ちたいよな、けど、さすがに、まあ、さすがに倒せるよな、あ、オッケーオッケー、強い。強いね。若戸比強いね。ここはちょっと固くね、守っていきたいなと思うんですけど、もう、まあ、シャンクスさんな、スキル1を一旦避けてってやってて、またこれさすがに打てるな、これはさすがに当たる。これはさすがに当たる。マジで強い。これが楽しいんだよね。で、あそこ多分、スキルが遅延されてると思うんで、あそこドフィーがいけるんだよ、こういうこと。いや、マジでこういうこと。このスキル遅延が地味に優秀というところで、ちょっとここはさすがに心配なんですが、あ、なんか避けた。オッケー、ちょっと握るわ。ここ握っちゃって、で、さすがに攻撃力においては、ドフィーの方が強いんで、ここは一生懸命握らせてもらいまして、いいね。で、あっちちょっと守りに行くわ。オッケー、オッケー。全然、ロジャー船長に関しては私やれま
ますんでさ、後ろから赤犬さん来た。ここはもうちょっとゲージ貯めようかな。あ、どうしようかな。ちょっとゲージ80倍以上溜まってないとさすがにきついんだから、だから、みたいな、ちょっと韓国のあの日本語覚えたてみたいな感じになっちゃったんだけど、これさすがに当たらない。ちょっと 80% 以上溜まってないと、よろけ無効とかがつかないからきついかもしれない。ごめん。本当にごめん。ただ、待てよ。オッケー、それさえ避けてしまえば、シャンクさんは全然余裕だから、オッケー、いいよ。なめんな、日本語覚えたて。日本語覚えたてなめんな。日本語覚えたての悪いの結構喋れてる方でしょ。ジャスカヒ。で、これ多分スキル1まだ溜まってないから全然大丈夫。あ、全然効かない。見てこれ、全然効かなくない、ダメージ。で、これ多分またすぐ溜まってると思うから、ここだけはさすがに耐えたい。オッケー、ジャスカヒ。オッケー、これさえ避けてしまえば、シャンクさんなんて余裕だから、オッケー、オッケー、それは地味に食らっちゃった。まあ、これ、脳天ぶち込み当たったんじゃん。お前、お宝エリアが出ると、やばいぞ、それ。あ、お宝エリアがやばいって。お、遅い。はい、ちょっと、メギチと別れエリアやっていきたいと思います。さあ、別れエリアさん、これ、マーニャー、届く、届く、オッケー。ジャスカヒー、オッケー、飛ばす。取れる、いいね。いや、別れエリアのこのジャスカヒーよ。さあ、これちょっと取り切ろうか。一旦取り切っといてからの、通常前通常前で、回避誘ってから、これで勝てると。いける。さあ、避ける。うわ、マジか。うわ、マジか。これ、ちょっと間に合ってほしいな。間に合ってほしい。間に合ってほしい。一生懸命、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 一生懸命さだけは伝わってほしい。これ待ってよ。やばい。耐えた、偉い。ここ、おでんさん倒せると思うんだよね。はい、通常の間合い、通常の間合い、通常の間合い。で、ジャスカイヒー。オッケー、いける。いや、マジで分かれり最高。分かれり最高すぎる。さあ、ここら辺は誰、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 シャンクス、シャンクス、シャンクス。オッケー、これちょ、一旦倒しこう。よいしょ。ごめん、ごめん、ごめん。待てよ。こっち、こっち、こっち、こっち。大丈夫。オッケー。で、このタイミングずらしちゃう。タイミングずらしちゃう。あ、いった。やっぱ、やっぱ。ウェイ、勝ったー。いいね、別れりも。はい、そうなんですよ。ということで、今回はですね、新しくギロギロメタルが登場しましたので、そちらを組み合わせた編成で、カチカチ DF やっていきたいと思います。最近さ、そういうなんかさ、ドンキホーテ系のメダルでさ、カチカチ系が登場してるからさ、最近始めたばっかりの方とかにも、めちゃくちゃに使いやすいね、メダルが多くて、もうスプロロスいと思いますんで、ぜひね、特に始めたばっかりの方とかは作ることね、おすすめしておきます。ということで、やっていきましょう。エネルオルテ言いたくて言いたくて。いや、エネルについて触れたいんだけれども、エネルについて触れたい自分とこのギロギロメダルについて説明したい自分のこの葛藤が生じてたよ。一応これ SS 隊のね、あれですが、ちなみにギロギロメダルメダルギャルとさ、めちゃくちゃダメージカット入りまして、もうシャンクスさんのスキル1以外は、ベン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 ね、ほぼほぼダメージ入りませんので、あそこちょっとナミちゃんだけお願いしたいんですけれども、まあめちゃくちゃに強いというところで、まあ正直ね、ほぼほぼもね、効かないと思うんだよね。で、状態以上も短縮あるんで、正直まあロー君もなんか、宣伝しよう。オッケー。もうこれ効かないから、もう全部、効かないから、正直、回復不能だろうが、何、気絶だろうが、関係ない、と思いますんで、ドーンと飛ばしとく。オッケー、いいよ。で、ただ、スキルのダメージだけ入っちゃうんで、これ先手にしよう。おい、なんもできないよ。大丈夫そう。あ、大丈夫そう。そう、威圧状態でなんもできないけど大丈夫そう。これでロー君も何もできないというところで、もう絶対逃がさない。もうボッコボコに、あ、ボンボンで。これも絶対当たります。ドン。はい、さよなら。めちゃくちゃ強い。で、これも通常攻撃に値するんで。で、これね、もう溜まったのって思うよね。思っちゃうね。もう溜まったのって、ベンベックマンだと強いんだもん。これでしっかりとボッコボコに、最悪の世代何で、最悪の世代何それ美味しいのみたいな。感じで、これしっかりとぶち抜きます。おい、脳天ぶち込み。マジで楽しみ。めめめめ、強いんだよね、普通に。で、こういう感じで、もう通常攻撃とか、もうマジで全然ダメージ入らないんで、ギロギロメダルとかも、今、それこそさ、赤犬さんとかさ、ロジャー船長とかさ、もう攻撃力上昇してるキャラばっかだと思うからさ、環境に合ったメダルだよね、めちゃくちゃに。っていうようなことも加味していきたいんだけど、まあ、ことお宝入れ以外に出てしまうと、まあ、めちゃくちゃダメージが入るんで、まあ、それとこれは話が別と。これ後ろからちょっと待って、ヤマトぶち抜くわ。ドンいや、マジでこれスーパーサイズに違うわ。まず瞬速履いといて、瞬速ブーツ搭載可能。これ真ん中取りたいね。で、真ん中取って、もうベン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 最終盤までちょっともう耐えていきたいと思います。で、お相手さん今回ね、幸いなことにも、これ先手必勝、あれでしょ、何もしない。回復不能入るじゃん、これ 80% 短縮ございますので、もうほぼほぼ、ほぼほぼ無意味なものと化します。これでも、相手威圧状態ね、何もできない。はい、オッケー。何も状態で、これ気絶、すぐ向こう、オッケー、ダメージ入らない。通常攻撃はもうほぼほぼダメージ入らない。で、あそこだけちょっと距離置かせてもらって、ぶち抜き、誰もいない。先手必勝、待てよ。あ、ちょ、めっちゃだ、さすがにブーストは無理だった。言うよな、まあ、感じで、まあ、ブーストはちょっとあれだったけど、まあ、それ以外は、本当にね、ダメージとか耐えやすいので、まあ、素晴らしいね、キャラになってるんじゃないかなと思います。さ、ここちょっと頑張ってワンチャン取れないでしょうか。握れ、いける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 、無理だった、ごめん。
はい、で今回は月1回のイベントということで、このレジェンダリーチケットだけね、引いていこうかなと思います。まあ、正直、ディアマンテトレボルどっち出てもまあいいかなっていうところであるので、まあ、どっちも出てくれたら嬉しいよねということでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、ただ、このガチャ動画は試合の後に差し込んでるかなと思うんですけど、フルエイジだったら激アツなんじゃん。まあ、動画の後にね、試合の後にね、差し込んでると思うんですけど、まあ、ここまで動画を見てくださったコアラスの皆様、本当にありがとうございます。さあ、めちゃくちゃフルエイジで激アツ展開うほほほあ、これもさ、フルエイジでもさ、ピックアップ確定ではないらしいね。3体っていう可能性もあるらしいよ。そこわかんない有識者によるとね。だがしかし、まあ、20例もあるのであれば、まあ、ピックアップだけとは言わずに、まあ、2体はもうポンポンポンとどっちも出てくれたらね、正直今ダイヤがもう本当にないんで、もう僕めちゃくちゃにないんだよなんで、本当にどっちもないんでね、まあ、出てきてくれたら嬉しいなっていうところであるんですけども、道中、あたか、なんかこれっぽくない？なんかゆっくりだ。スモヤン？反応に困るよ、スモヤン、それは。それは反応困っちゃう、スモヤン。そこはディアマンデじゃないと困っちゃうよね。これ多分最後のピックアップ確定っぽいな。どっちも出てくれたら嬉しかったな。でも、多分ガチャではちょっと追わないんで、僕。はい、ということで、まあ、どっちかというと、まあ、トレーボルの方がディアマンデーディ。そこまで言うなら任せとけ。ディアマンデー全然思った通りにいかないもん、バウンティラッシュ。これだ、もう難しいわ。